明治安田 J2 リーグ横浜 FC 対清水エスパルス。ではこの後の試合をお楽しみください。明治安田 J2 リーグ、本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。この時間は横浜 FC 対清水エスパルス、こちらをご覧いただきます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。サイドをご紹介しましょう。右側が清水、反対側左のエンドからが横浜へ、シュート、これはキーパー、ここは大きくクリア、ピンチを脱します。福森、井上、ユーリララへ、宮本、スペースへ、ルーカス・ブラーが裏を狙う、クロスが上がる、シュート、押し込んでくる、ゴールエスパルス。キーパーが弾いたボールを押し込みました。こういうゴールを決めるにはやっぱり次のプレーの予測とかポジショニングが重要になってきますよね。まさにゴールへの嗅覚が生んだ1点でしたね。さあ、清水、先制ゴールを決めました。1対0。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね。はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど。横浜 FC 現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。まあこうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。ユーリララから小川、ミドル、ゴンダのセーブ、連続ビッグセーブです。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。高橋、宮本、さあ右へ預けて、ルーカス・ブラーが本日ワンアシストです。打つか、シュート、どうだ、シュート、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。おー、いいオーバーラップですよ。おっと、オフサイドですね。横浜 FC としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかが、おっと危ない、抜けてくる、シュート、決まった、追加点、エスパルス連続ゴール、一気に畳みかけます。いやー、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。さあ清水、さらに1点を追加し2対0としています。清水としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところです。さあ清水、先制ゴールを決めました。1対0。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど。横浜 FC 現在は1点リードされている状況です。しかしポゼッションでは相手を上回っているんですよね。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えるとじっくりいってると見るのが妥当ですかね。
まあ、こうなってくるとフィニッシュの精度が重要と言えるでしょうね。有利だらかな小川ミドル、権田のセーブ、連続ビッグセーブです。先ほども見事なセーブ見せてくれましたけども、今のも素晴らしいセービングでしたよね。高橋、宮本、さあ右へ預けて、ルーカス・ブラーが本日ワンアシストです。打つか、シュート、どうだ、シュート、危ないシーンでしたがここはしっかりクリア。おー、いいオーバーラップですよ。おっと、オフサイドですね。横浜 FC としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかが、おっと危ない、抜けてくる、シュート、決まった、追加点、エスパルス連続ゴール、一気に畳みかけます。いやー、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。さあ清水、さらに1点を追加し2対0としています。清水としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところです。オフサイドですね。横浜 FC としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかが、おっと危ない、抜けてくる、シュート、決まった、追加点、エスパルス連続ゴール、一気に畳みかけます。いやー、今のは高い位置で奪われてやられてしまいました。そうですね、あの位置でカットできる集中力の高さですよね。それを確実に決めてくる決定力の高さ、これも見事でしたよね。さあ清水、さらに1点を追加し2対0としています。清水としてはイメージ通りの展開じゃないですかね、はい、これで余裕を持ってプレーできますし、チームにとっても重要なゴールになったんじゃないですかね。このまま無失点でいきたいところですよね。はい、そうですね。井上、福森へ、伊藤から高橋、ここでファーストハーフ終了、引き続き15分間のブレイクに入ります。しかしこの追加点は驚きましたね。このまま終了しそうな雰囲気もありましたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね、後半期待したいですね。